最後の配信になりますが、よしみさんの野球人生の中で分岐点となったことについてお話ししていきたいと思います。はい、はい、分岐点ですね、振り返るとねたくさんあるんですけども、うん、その中でも2つありまして、うん、まあ、高校卒業と同時にトヨタ自動車という車の会社に、はい、野球部に入社したんですけど、その時にですね、川岸剛さんという方がトヨタ自動車のエースだったんです、はい、ちょっと小柄な人だったんですけど、闘志むき出し気合い入りまくりの先輩だったんですけど、その人が日本代表って言えばいいんかな、社会人野球チームの中の日本代表チームがあって、そこに行かれてて、はい、その間にトヨタ自動車は大会があって、その愛知県大会みたいなのがあって、うん、で誰が投げるんだみたいな感じになって、もちろん優勝しなくちゃいけない大会なので、普通に行けば川岸さんが登板するんですけど、いないんで誰が投げるんだっていう流れで、準決勝だったかな、トヨタ自動車に入って僕初めて先発をさせてもらったんです。でそこでまさかの完封することができて、川岸さんが日本代表に、代表なのか選考なのか分かんないですけど、行ってくれてたから投げることができて、そこで川岸さんが翌年にプロ野球に行ったんですよ、中日ドラゴンズに行ったんですよ。で多分それがあったから投げることができた一つのきっかけの試合じゃないかなと思って、はい、一つ当てさせてもらったんですけど、そこで結果を残していなかったらと、川岸さんがもしそこにいたら多分僕は投げてないと思うんですよ、うん、偶然なのか必然なのか分かんないですけど、タイミングが良くて投げることができて、ましては最高の結果の完封することができて、うん、1年目だったんですけど、はい、2年目にいっぱいピッチャーいるんですよ、先輩方いいピッチャーいるんですけど、僕を軸として使ってくれたきっかけだったんじゃないかなって我ながら思っている。その試合の時の試合前の心境ってどういう感じだったんですか？いや正直ね、引退するまで試合投げるのめちゃくちゃ嫌でした。どの試合も朝起きた瞬間に、ね、うわ起きてしまったって思うのがまず一番最初に思うことで、なのでいつも寝る当番前日はなるべく遅く寝るんですよ。寝たらもう次を迎えなくちゃいけないんですぐらい嫌でしたよ、投げるのは。毎回ですか？毎回です。プロ、はい、ずっとですか？そうですね、まあ、引退試合の日は思わなかったですね。でも他は思ってました。でも割り切るしかないじゃないですか、うん、腹くくっていくんで、マウンドに行けばもうそんなこと思わなかったですけども、うん、朝起きて準備してミーティングしてる時とかめちゃくちゃ嫌でしたね、投げるのは。でいざ投げるってなればもうそこは割り切っていきます。なのでその時も多分嫌だったんじゃないかなと思いますね。ちょっと覚えてないですけど。でもう一個がですね、プロ入ってからなんですけど、あまり結果を残すことができなかったんです。2008年キャンプインして1軍でスタートしていたんですけど、キャンプ終盤の時に2軍の試合に行ってくれと言われたんです。それイコール1軍から降格なんです。本体は名古屋戻るけど君は福岡に行ってくれと言われたんです。2軍が福岡だったんです、試合で。イコールそれはもう降格なんですけど、では終わったと思ってたら、福岡の試合が大雨で中止になって、朝中止になったんですよ、うん、で登板予定だったんですけど投げなくなって、急遽名古屋に帰ってこいって言われたんですよ、その日に。あ、朝帰ったんですよ、名古屋で先発って言われたんですよ、その日。その帰った後帰ってこいって言われて、あ、先発だろうなと思っていたんですけど、うん、先発って言われたんですよ、その日の昼からの試合、うん、で投げたんですよ、うん、それジャイアンツ戦なんですよ、しかも5回7安打無失点だったんですよ。うん、でそれでなんか知らないですけど自信持っちゃって、自分の中でそのオープン戦行っても取られなくて4試合ぐらい投げて、はい、で初めて開幕1軍の座を掴んだんですけど、うん、その試合がなかったらもしかしたらと絶対なかったですね。その年10勝できてるんですけど、うん、2008年の10勝っていうのはなかったと思います。うん、やっぱりその急遽でも抑えるって気持ちでやってたんですか？いやもうわけわかんなかったですよね。あんまり覚えてないんですけど、分岐点ってあるじゃないですか、人生の中で、はい、これは必ず出すんですけど、この話は、うん、もう緊張どころかなるようになれと思ったんじゃないですかね、はい、でもまあこれは結果残したらチャンスだっていう考えもあっただろうし、うん、やられたらちょっとクビかもしれないなって、うん、3年目だったんで、うん、そんな心境もあっただろうし、うん、でもそんなの投げさせる森さんが悪いやって思った自分もいたかもしれないし、うん、まあでもその日投げる予定ではいたので、2軍の方で準備はちゃんとしていたので、場所がどこであれ投げさせてもらえたことが本当に運が良かったかなと思ってますね。もう本当その特に2つ目が僕の中では
そこからグッて勝てたんで、やっぱそこからなんていうんですかね、調子が上がってきたというか。そうですね、調子が上がったというか自信を持っちゃった自分がいて、怖いもん知らずでしたね。なのでオープン戦無失点で10何イニング投げて無失点だったんですけど、でも開幕ローテ入れなかったんですよ。もうそれぐらいレベルが高かったんで。で谷間って分かります、その6連戦で試合していくじゃないですか、はい、たまに7連戦とかあるんですよ、うん、月曜が試合だったりする時があって、うん、月曜日試合ないじゃないですかいつも、はい、月曜日試合とか入っちゃうと7連戦とかになるんですけど、うん、で先発ローテーションで中6日で回っていくんで、うん、谷間誰かが投げる時谷間って言うんですよ、うん、でそこに入れてもらったんですよ。これまた完封できて、はい、で結局もう自信持っちゃってるんで8連勝しちゃって、うん、その後打たれて中継ぎになって、話めちゃめちゃ戻りますけど、その年に壁ドンされてるんです調子を落として、調子を落としてっていうか、まあ怖さを知ってですね、怖さを知って打たれることを知っちゃって、うんうんうん、でお前やる気あるんかみたいな感じで言われて、うん、壁ドンされたのが2008年だったんですけど、でも本当にさっきも言った通り、そのジャイアンツ戦投げた3月5日わかんないですけど、うん、投げた5回7安打無失点が僕の一番の分岐点じゃないかな、一番大きいところですか。いや多分これなかったら多分僕はタイトルも取れてないんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、4週にわたって、配信してきましたが、ここで吉見さんから、この YouTube をご覧になっている視聴者の方へ一言よろしくお願いします。はい、ぜひ、皆さん楽しい話をしているのでチャンネル登録をしてください。そして視聴者の方にその今、はい、これを、吉見さんが被られている帽子にサイン入りで視聴者の方にプレゼントいたします。はい、詳しくは概要欄をご覧ください。今後 OB クラブチャンネルで、各テーマに分けてさまざまな配信をしていきます。いろいろな OB の方が出演されるので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。吉見さんありがとうございました。ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。